京成八幡にありますラーメンフロマージュさんに来ています。ミシュランガイド東京3年連続掲載店がついに元八幡へ。なんだか普通のラーメンと違いますね。縁に生ハム乗ってますよ。斬新。いただきます。スープは綺麗な透明スープですね。塩味のようですよ。なのでそのまま食べると普通に塩ラーメンなんですが、途中でチーズを絡めるとパスタのような味に変身します。絡んでますね。すごい、ラーメンとチーズを合わせるなんてよく考えましたね。そして生ハムと一緒に食べると、生ハムの塩気がとてもいいんですよ。意外と合うんですね、生ハム。そしてノムさんは美人玄米入りご飯とホイフロマージュを追加しました。少しスープを残してその中に入れます。わあ、チーズトロトロですね。美味しそう。どうやって作るんだろう。たちまちイタリアのチーズリゾットに変身しちゃいました。一杯で2度3度楽しめる楽しいラーメンですね。ぜひ皆様行ってみてください。ごちそうさまでした。イタリアンなラーメンっていうことでちょっとやや邪道かなっていう気もしないでもなかったんですけど、食べてみたらこういうラーメンもありだなと思いました。チーズが結構濃厚でですね、まあ、ラーメンなんだけどイタリアンみたいな感じで、すごく程よく調和して絶品っていう感じでした。玄米ご飯とか入れてホイフロマージュするとさらにイタリアンに浸れるのかと思います。イタリアで食べたラーメンを思い出しました。行ったことないけど。